ハミズゴケは、スギゴケもクスギゴケかニワスギゴケ属のコケ植物である。しかし他の近縁種とは異なり、本体はごく小さく葉が発達しないため、見かけ上は咲くばかりに見える。ハミズゴケは、ハエグ体の本体が非常に耐火しているため、基本的には、スギゴケ類と同じく直立する茎に葉が並ぶのであるが、茎がせいぜい2ミリメートル程度しかなく、 歯も輪辺状の細長いものが茎に密着しているため、目立たない姿となっている。私有一種。柵柄は、長さ2から4.5センチメートル程度、ほぼまっすぐに立ち上がり、白っぽい褐色。先端に一つの柵をつける。柵の先端は尖り、それに密生した毛でできた被り物がある点は、一般の杉ごけと変わらない。名前は、歯水苔で、歯が見えないことから。 かつては、葉水には杉苔と呼んだ。この種は、杉苔類でありながら、杉の葉状の茎や葉は見当たらず、生えている姿は全く咲くだけが生えている印象を受ける。これは戦術のように、配偶体の本体が非常に対価的なためであるが、それでは、栄養はどうしているかというと、配偶体本体ではなく、原始体がこれを担っている。他の苔類では、 胞子から発芽して生じた原子体は本体の成長と共に消えるが、この種の場合、長く残り、しかも地表一面に広がり、光合成を行うようになっている。この苔の生えている地表は一面に緑になっているが、それが原子体の広がっている部分である。配偶体本体はその表面にまばらに並んでいるが、小さいためになかなか目につかず、 柵ができた時に急に目立つようになる。山間部の地表に生える。拉致の粘土質の地面に出るもので、林道や山道の脇などでよく見られる。日本では北海道から九州まで、国外では朝鮮や中国、フィリピンなどで知られる。同族の種はほとんどが立派な茎や葉を持つので、禁煙種に見た目が類似する種は少ない。同じような姿の種としては、 ヒメハミズゴケが琉球列島などから知られる。形は似ているがはるかに小さく2センチメートル以下である。他にキセルゴケ族のものがやはりハイグ体が対価的で咲くだけの姿で見られる。ありがとうございます。